ビラディスラブ・シュート、2008ブラディスラフ・アレクセイ・イエビチ、シューチは、旧ソ連出身のイギリスの作曲家。1990年代初頭に移住して、ダーティントンホールに定住した。モスクワ国立、グネーシン音楽学校において、作曲を、ニコライ・ペイコに指示し、1967年に終了。同年より1982年までモスクワの、 学府出版社ソベツキー・コンポジトルに編集者、学府構成者として勤務。1982年にフリーランスの作曲家に転身し映画音楽の作曲で生計を立てた。1990年にエディソンでニソフ率いるモスクワの作曲家小集団と共同でソ連現代音楽協会を設立。これはロシア革命直後に設立された。 ロシアバンギャルド音楽部門の作曲家たちによる同盟の団体を復活させたものだった。1992年に投影し、1995年までアーティスト・イン・レジデンスに選任されたのをきっかけに、ダーティントン・ホールに定住し、現在も同地に暮らしている。周知の作品は、ペータース社の子会社、MP ・ベライエフやショット社、ブージーホークス社、 ハンス・シコルス記者によって出版されている。息子襟も作曲家であり、タレーン大学音楽学部の教授である。娘ニカはピアニストになった。周知の作品は、1980年代以降の西側で好評を博してきた。周知は、小さめの編成を好み、最大でも、室内オーケストラ程度の人数しか採用しない。小規模なアンサンブルを、響きの構成体や、 仮想的な響きの集合と結びつけている。音列技法を捨てずに、ロマン廃校の要素を利用し、過去の作曲家から引用する。周知は、管理された、偶然性という作曲技法の枠内で、演奏者に解釈のある程度の自由を認めている。作品は、ヨーロッパ各地や韓国、アメリカ合衆国の演奏会場や、音楽祭で盛んに演奏されている。 イギリスで作曲された作品は、BBC 交響楽団やフィルハーモニア管弦楽団、シンフォニア21など、イギリス国内の主要な団体によって上演されている。ありがとうございます。